was it all in my head when you said you loved me? Cause no one can love me better than you did, and I'm still not over it. Did you forget I put you before? こんにちは。今は羽田空港にいます。今からね、今回は香港 Vlog ということで、今から香港に行ってきます。前に話してたあのみんなとのファンミーティングツアーがあるので、20名ぐらいかな方と一緒にバスツアーに行ったり、ファンミーティングは中日だけなので、初日と最終日はプライベートで遊んできたいと思うので、香港で Vlog を撮ってきます。今回ね、抽選外れちゃったっていうあの DM とかフリマであった子とかがそう言ってくれたりとかしてて、結構あのたくさん応募くれたみたいで本当にありがとうございました。またこういう機会が作れたらいいなと思うので頑張ります。ではレッツゴー。今 TikTok で話題になってる香水がこれで、だけどこっちの2つの方がいい香り、どっちか買おうと思います。免税店でね、結局バーバリーのオードトワレを買ってみました。で、結局バーバリーロンドンってやつの方がマイルズとかみんな好きって言ったからてか免税なのに値段が全然変わんなくて、ネットと、だからネットでロンドンの方30ミリちっちゃいやつを買いました。行きます。ホテルに到着しました。花束にライトがついてる、可愛すぎる人のだけど、じゃじゃーん、わーすごーい景色、きゃーすごい景色です。この反射も超可愛くない？あー可愛い、いいね、レンジもあるし、あれ、あすごい、どこからでもビューが見える、素敵なホテルです。ホテルからシティプラザのモールが直結です。私たちは2時間後にディナーの予約があるんですが、お腹が空きすぎて小籠包を食べたいと。すごい直結している。香港の友達に教えてもらったおすすめのご飯屋さんを探します。なんか友達におすすめされたとこじゃないところでミシュランらしいところがあったので入ってみました。このお店に来ました。本当にミシュランなのでしょうか、 Google はまあそんなによくはないんだけど、でもすごい美味しい匂いと美味しそうです。今ね、もう夜の5時半夕方の5時半なんですけど、今からちょっとアラビカのコーヒーがね香港にあるということで、なんか有名なんだってアラビカのコーヒー、香港って香港発祥なの、私もよく分かってないんだけど、アラビカのコーヒーが大好きなので、ホテルから歩いて8分ぐらいの9分のところにアラビカがあるので、まあ明日の朝も行きたいなと思ってるんだけど、今日もちょっとディナー前にカフェインの注入をしたいと思います。超香港懐かしい、胸がキュッとなります。香港に来るのめっちゃ久々なんだけど、フィグのお仕事で本当に2ヶ月に1回は来てて、すごい思い出すあの出張の日々。じゃじゃーん、これ有名なとこらしい、ひょ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 ん、そしてアラビカがこんなところにありました、イエーイ。かわいいです。 Hello、can I get ice latte with oat milk? Sure. 私世界中のアラビカに行きすぎて、ドバイでしょ、ニューヨークでしょ、私アンバサダーになりたい。傘かわいい。では自称アラビカアンバサダーの、今日から私はアラビカアンバサダーになりました。飲んでみたいと思います。
結構何苦め苦いから美味しいんじゃん。酸っぱいよりいいでしょ。ここ明日の朝も来たいと思います。そしたらみんなにも見せれるかな、このカラフルで綺麗な感じを。お化粧してディナーに行きます。香港って感じだぜ。香港に来た時は私はなんでね、香港に2ヶ月に1回来てたかというと、生産チームがフィグは香港に会社があって、で深センっていう香港からすぐ行ける中国の都市にも、その香港出張のついでに行ってて生産をやってたの。だからデザインなんか企画が結構滞ってる詰まってる時とかはもう香港っていうか深センまで行って、あのデザインを出して一気に依頼をかけたりとか、あとはライチー国っていう香港の生地市場に行って生地を見たりとか、そういうので2ヶ月に1回ぐらい来てたんだけど、本当にだからなんて言うんだろう、フリータイムが夜ご飯だけで、だから絶対ヤムチャを食べさせてもらったりとかしてたんだけど、まあ一人で来てもこっちの会社の人に連れてってもらうっていう感じだったから、そう全然なんかね、今回結構プライベートでがっつりはほぼ初めてかな。プライベートで来たことも若い時はあるけど、こう大人になってから来るのは初めてなので、たくさん楽しみたいと思います。はい、瞬足で化粧をしました。チークが濃いですね。ラマ、ファンデを塗らずに下地だけで作ってみました。お洋服はこんな感じで、あ、マルジェラのブーツを下ろしました。で、このトップスはスクホームなんだけど、トップスってかワンピースなのね。本当はこれ横つないでなんだけど、お腹が出すぎててワンピとして着れないので、ちょっとトップスとして着てみたんだけど、可愛くない？チャイナドレス風に見えるんじゃないかなと思って、これ着てディナーに行ってきます。はい、ということで実は今回ですね、海外旅行予約アプリのニュートで、ファンミーティングツアーを組んでいただいたんですけど、もうなんか私も今回ニュートで予約してきたんだけど、予約から宿泊まで全てアプリで完結できて、なんかいろんな書類とか、なんだろう、あ、チケットどこ行っちゃったんだろうとか、ホテルなんだっけっていうのが全部アプリ内でこうプランになってくれてるので、それがすごい見やすくてすっごく使いやすかったので、これからたくさん私も旅行行く時に愛用しようと思っていて、で困ったこととかがあったら LINE で問い合わせもできるそうで、本当になんかホスピタリティもすごいきちんとしてる大きい会社なのに、いろいろ行き届いてる。多分今回ファンミーティングに参加してくださった人はそう思ったんじゃないかなと思うんですけど、でお得なツアーとかもたくさんあるので、ぜひぜひチェックしてみてください。これ日本で売ってる？あ、売ってる売ってる、うん、これいいもの大好き大好き。はい、というわけでヘアメイクをやってもらって、あとでちょっとカラコン入れたり、あの微調整はするんだけど、今日のファンミに備えてセットしていただいて、今からランチに行って、その後もうこの後ファンミーティングが始まるので、まあお着替えとかして行きたいと思います。ランチはディムサム食べます。ヤムチャ食べます。わー、美味しい。ヤムチャだおいしい。うん、エビプリプリ、うわー、おいしい。タクシーが混みすぎてて全然捕まんないので、電車で向かいます。ホテルに帰ります。タイルがかわいい、赤いタイル。ホテルの下にあるカフェでコーヒーを買います。このクロワッサンは42ドルなので800円高い。はい、というわけで今からファンミーティングツアーに向かってます。オープントップバスで香港の100万ドルの夜景を見たり、トークイベントなどを行うので楽しんでいきたいと思います。ドキドキです。どんな感じ、なんかどんなノリなのかも全然わかんないしさ、緊張だね。アイドル、すごい、めっちゃ可愛い。
これからあのオープントップバスですね。4階建てもこの竹の足場で乗っていくんですよ。おまわりさんが行きましょう、ね、ちょっと渋滞のお時間になりましたね。夜遊びここでコンサートしたのよ。夜遊び、早期の8時からでやるって言ってましたね。へでしかないのか。はい、ということで今バスツアー、みんなとバスツアーに行って帰ってきて、早速もうちょっと白ワインをいただいてるんですが、今からちょっとトークショーということでみんなと交流したり、いろんなお話をしていきたいと思います。レッツゴー。ということで今ファンミが終わったんですけど、いやそう、みんなといっぱい話せてもうマジで楽しかったし、普通にこの後もみんなと飲み行きたいって感じだったんですけど、でまたぜひ次回もあるといいなと思います。セントラルマーケットに来ました。セントラルマーケットでお土産を買ってます。花、昨日みんなにもらったお花写真撮ろうと思ってできた。
香港にもドンキがあります。向かいのお店に行こうと思ったら混みすぎてて、違う向かいのお店に来ました。なんかすごい坂というか階段道。なんか本当は昨日来たかったカフェ、エンっていうカフェ、なんかに日系なのかな、日本風のカフェで EN って書いてあって、エンって書いてかわいいカフェ、こんな感じ。あ、盆栽です。あ、ナイスラテ。Me too. To レグラミス。あそこはなんかすごい美味しいか知らんけど、リトルバオって言って教えて、うん、ベスト女性シェフ、うん、がプロデュースしたバオ屋さんです。私が大好きな香港のビガラルラボです。そうそう。というわけであっという間に空港に着いちゃいました。マジで一瞬だったけど本当に楽しくて、ファミのことはちょっと後でゆっくり話したいんですけど、本当に楽しくていい旅になりました。本当にね、来てくれたみんなもニュートの皆さんもありがとうございました。他にもね、たくさんお得な香港ツアーがあるので、ぜひぜひ見てみてください。じゃあまたね、バイバーイ。